さあ今回は秋葉淡路シェリル&トモヤ初めての新築です。今までは超ボロボロの廃墟2軒を宿に変えたり空き家を自宅に変えたりっていろんなリノベーションやってきたわけですが、全くの素人でなんとなく自分たちの方でやってきました。で今回はプレカットで洗濯室を作ろうと思います。まずは自分たちで簡単に図面を描いて材木屋さんにプレカットを頼んで、基礎は土建屋さんに外注して、水道と電気工事も外注です。はい、そして棟上げというところまで来ました。はい、じゃあ見ていきましょう。すごいねこれ、空き家描いてある。空き家オッケー。じゃあ最初は土台だね。何がどこに行く？それが地図みたいな。ロ、ハ、ニ、ホみたいな。1,2,3,4。こんなの。へえ。シェリルピンチやん。日本語読めないと。へえはこっちだよね。ここだ。うん、おここちょうど。そういうことね。いい、あそこ。ロ、ハ。で最後。これ今あれだ、アンカーポートの印。今までリノベーションで柱の入れ替えとか簡単な構造取りはやったことあるんですけど、家全部は初めてだったんで楽しみもあったんですが、できるかなって感じでしたね。どう？もうちょっとこっち来ないと。そうですね、裏から開けた。全部の土台とか柱に塀とかニとかいろいろ書いてあって、でプレカットの図面を見ながらその通りにはめていってる感じですね。で僕たちの性格上あんまり確認とかしないんで、とにかくどんどんはめていってる感じで、ほんと手探りで進んでる感じです。ちなみに2人ともあんまりしっかり説明書を読まないタイプです。はい、柱を入れるとこまで来ました。気持ちいいぐらいぴったりでどんどんはめていってます。で秋淡路の息の合ったチームプレーいいですね。ただ柱の上をでっかいハンマーで叩いて入れていくんですが、高さ的には 3,4m ぐらいになるんで、脚立だけでやるのがバランス取りながらでちょっと危なかったですね。ちなみにこの大きなハンマーは購入した空き家に置いてあったのでタダです。時間的には30分ぐらいで入れ終わりました。早いですね。大工さんになった気分でしたね。一応これ柱全部入った。本当になんか大きいイケアみたい。次は梁だね。次梁。あ、これだ、これ。オッケー。そしたらこの4メートルの梁をこうやって上に上げる問題です。針を入れていきますが、これも脚立でやるのがめっちゃ大変でした。持つのはなんとかシェレルも頑張ってくれて二人で行けてるんですが、脚立に上がってバランス取りながらの作業だったんでさらに大変でした。なんといってもシェレルは前回のリフォームで屋根から落ちたこともあったんで、内心はめっちゃ心配してました。この辺りまで来ると柱が安定してきて保存に入れるのがやりやすくなってきたんですが、どんどん高くなっていくのでこの辺りからやっぱり高さが不安要素になってきました。ここに乗せるの？で、ここでもう1回4メートル落ちました。これが本当にやばかったです。
今回の方が高さもあって、この重さを頭の上まで上げて、でさらに保存に入れてっていうあるんで、バランスとパワーがかなり必要になってます。で結構危なかったですね。足場があればいけるのになって思ってました。で2人とも完全に力を使い切って、結局できずに諦めてその日は帰りました。次の日に旅券屋さんに来てもらって、ユンボで釣ってもらうことにしました。昨日は悔しい思いをしたんで、今日こそはって感じで張り切ってます。4m の針が簡単に上がって、やっぱ機械はすごいですね。今回は秋淡路は機械に完敗でした。でもめっちゃ助かりました。 4m の針が入った後は残りの針をどんどん入れていきます。なんか2人とも絶好調に見えますね。ハンマーのタイミングもバッチリ揃ってます。で昨日は、脚立で少し危なかったんで、今回はヘルメットも被ってます。シェルすごい体勢でハンマー使ってますね。あとは2つだけで大体の胸上げが終わりました。これで躯体の針と柱が全部入ってきました。で初めてだったんですが、昨日の4メートルさえスムーズにできていれば、このサイズだと本当に胸上げは数時間で終わっちゃう作業でした。あと立ってみると予想より大きいって感じました。でもとりあえずここまでうまくいってホッとしてます。針と柱が全部入った。次は筋貝入れとかないとかな。次は筋貝も入れたんですが、本当にびっくりです。もうめっちゃぴったり、そのままはめるだけ。こんなにぴったり、隙間なし。すごいね、プレだった。 OK、 じゃあ窓使い。で、間柱も窓台ももちろんぴったりではめるだけです。で廃墟のリノベーションでは一つの間柱入れるだけで何時間もかかることがあるんで、これは本当に感動でした。で、ちょっと時間が余ったんでタルキをつけていきます。でこれもつき始めるまで気づかなかったんですが、つける位置も墨がしてあって、で屋根の勾配も取ってあるんで、本当に置いて石で止めるだけでした。で何本かつけるだけのつもりが数十分で終わっちゃいました。でこの頃には高さも慣れて、2人とももうヘルメット外してますね。で屋根がつくとだいぶ家の見た目になります。で今回プレカットで胸上げをやってみて、立つまでの速さと簡単さに本当にびっくりしました。で長さもぴったり、全部の場所は書いてあるし、とにかく垂直水平が完璧、全部がまっすぐ。で廃墟のリノベーションの時は垂直と水平を作るところから始まって、でその前に解体があったり補強があったり、ああだこうだ言いながら木1本つけるのに1時間とかかかってたんで、それと比べるとかなり楽です。廃墟とか古民家とかを解体して新築に変わっていく理由が今回の胸上げで分かったような気がしました。もし自分たちが大工さんだったら、その家のリノベーションはやりたくないなと思いました。次の動画はこの小屋の続きです。来週チェックしてみてください。お疲れ様でした。